なんかヘブンを聴けばゾッとするほど心に響く。ナンバーアンダーライン愛の楽曲が持つ深遠な魅力に迫る。なんかヘブン、旗田の酔っぱらいの歌じゃない。ナンバーアンダーライン愛が描く、混沌とした、天国の真実。なんかヘブン,ン,ン,と,ン,ン,ンという楽曲は、最初に聴いた瞬間から何か奇妙でありながらも、どこか引き込まれるものがある。音楽は、私たちの心をつかみ、感情を揺さぶる力を持っているが、 この曲に関して言えば、その効果は一層得意だ。メロディー、リズム、そして歌詞が独自の雰囲気を作り出し、聴き手を迷宮のような世界へと誘う。このような楽曲が持つ、引力は、なぜ私たちに強く響くのだろうか。一見すると、ただの酔っ払いが歌う軽い曲に思えるかもしれないが、実際にはそれ以上の深い背景やテーマが隠されているように感じる。曲を通して伝わってくるのは、 まるで酔っ払って無重力の中を漂うかのような浮遊感だ。歌詞の中には、確かに酔っ払いの様子が描かれており、実際に聴いたリスナーもこの、酔っ払いの歌という解釈に納得することが多い。それでも、この楽曲には単なる飲酒や二日酔いを超えた、もっと象徴的なテーマが含まれているのではないかと感じさせる要素がある。例えば、天国や非現実的な世界という言葉が頭をよぎる。 この曲は、日常の枠を超え、現実の境界を曖昧にする力を持っているのだ。ナンンバーアンダーアダインアイというグループは、メンバーの平野翔岩ガン・神宮寺・優太という個性的な存在によって、その魅力がさらに深まっている。それぞれのメンバーが異なる個性や才能を持ちながらも、3人が合わさることで、独特の音楽的な化学反応が生まれている。ヘブンはの象徴的な楽曲であり、 彼らの多彩な面が一曲に凝縮されていると言える。まず、平野翔について。彼の歌声は力強く、それでいて繊細さを感じさせる。このバランスが、何かヘブンでもよく現れており、特に彼が曲に込める感情表現は聞くものに強い印象を与える。彼はまた、ステージ上でのパフォーマンスでも抜群の存在感を放つ。彼のダンスや表情は、 楽曲のメッセージを視覚的に伝える手段となり、観客を魅了する力を持っている。ガン・ユータは、ナンバー・アンダーライン愛の音楽性において重要な役割を果たす。彼の性質は温かみがあり、リスナーに安心感を与える一方で、感情のこもった歌い方が際立つ。特に、南下ヘブンでは、騎士の力の抜けた自然体なボーカルが、曲のリラックスした雰囲気を一層引き立てている。また 彼がライブパフォーマンスで使用するギターやルーパーなど、音楽的な技術にも優れており、彼の多彩さがナンバーアンダーライン愛の音楽に新しい風を吹き込んでいる。神宮寺雄太は、彼独特の静かなカリスマ性を持っている。彼の声は柔らかく、優しいトーンが特徴であり、彼の存在はグループ全体のバランスを取る役割を果たしている。神宮寺の冷静さと穏やかさは、 楽曲の持つ曖昧さや不思議な感覚を強調し、リスナーに深い余韻を残す。特に、なんかヘブンのような曲では、彼の落ち着いた表現が曲全体の雰囲気をしっかりと支えている。この3人の存在が合わさることで、ナンバーアンダーライン愛は他にはない特別なグループとなっている。それぞれがソロで活躍できる実力を持ちながら、3人が集まると一つの大きなパワーとなり、独特の音楽世界を作り出す。 その調和は、南下ヘブンにも反映されており、曲全体を通して、まるで夢の中にいるかのような感覚をリスナーに与える。彼らが作り出す音楽には、聴く人を日常の喧騒から一瞬で引き離し、別の世界へと誘う力がある。リスナーの間では、曲のリズムや音色、岸君の特徴的な歌い方に注目する声も多い。特に、ゲッという表現は、そのユーモラスさと不思議さが相まって、 リスナーのの記憶に強く残る要素の一つだこれを初めて聞いた時多くの人が笑ってしまうほどのインパクトを持っているしかしこのゲップがただの面白さにとどまるわけではないむしろこの曲全体が持つ軽妙さやどこかリラックスした雰囲気にうまく溶け込み音楽そのものの自由さを象徴しているのではないだろうか歌詞の解釈が難解であることもこの曲の魅力を深める一因となっている リスナーは、何を歌っているのか、と考えながらも、その不確実性がむしろ曲の心地よさを引き立てるという逆説的な効果を感じるのだ。なんかヘブンを聞くたびに、多くのリスナーが感じるのは、現実と非現実の境界が曖昧になる瞬間だ。酔っ払っているかのような曖昧さやふらつきは、まるで夢の中を歩いているような感覚を引き起こす。現実から一歩離れ、意識がぼんやりとした状態で、 目の前の前世界をぼんやりと眺めるような体験それは私たちが日常生活の中で感じるストレスやプレッシャーから一時的に解放される瞬間に似ているのかもしれない。現代社会において多くの人々がストレスにさらされ心の中にリラックスの余裕を持つことが難しくなっている。この曲はその余裕を取り戻す手段の一つとして機能しているのだ。またこの曲が持つサウンドの面でも、 その独特なリズムやテンポがリスナーを引きつける要因となっている。どこかレゲエ調のようなリラックスしたリズムが、聴いているものを自然に体を揺らすような感覚にさせる。特に、道玄坂の光景が描かれる部分では、東京の賑やかな街並みが頭に浮かび、夜の喧騒の中で感じる孤独感や、街の雑踏の中に溶け込んでいく感覚がリスナーの心に強く訴えかけてくる。そのシーンは、 まるで映画のワンシーンのように鮮明に思い浮かび、楽曲全体のムードを一層引き立てている。この曲が、天国という言葉を使っているのも興味深い点だ。天国と聞くと、多くの人は静寂で平和な場所を想像するかもしれないが、この曲ではそのイメージとは対照的にもっと混沌とした、曖昧でつかみどころのない場所として描かれている。まるで、現実世界から一時的に逃避した先にある。 幻想的でどこか不安定な天国その天国は安らぎを与えると同時にどこか不安定でまるで足元がぐらついているかのような感覚を伴っている。この天国にたどり着いたリスナーは完全にリラックスすることができる一方でその先に何が待っているのかという不安も感じさせる。こうした感覚は現代社会における不確実性や不安感とも通じる部分がある。私たちは、 日常の中で未来がどうなるかわからないという不安を抱えながらも、その不安を一時的に忘れる瞬間を求めているのかもしれない。なんかヘブンは、その瞬間を音楽という形で提供してくれる。曲の中に漂う曖昧さや名定感は、まさに現代社会の不安や緊張を一時的に忘れさせてくれるツールとなっている。さらに、この曲を語る上で欠かせないのが、リスナー自身の体験や記憶との結びつきだ。 多くの人が酔っ払った経験や夜遅くまで街を歩いた記憶をこの曲に重ねることでより一層深い共感を得ている。例えばあるリスナーは白線から落ちないようにアスファルトの上を歩いた経験があると述べている。こうした具体的な体験を思い出させることでこの曲は単なる音楽以上のものとして聴き手に響くのだ。また音楽自体が持つノスタルジックな要素もこの曲を特別なものにしている。 特に、南下ヘブンには、どこか懐かしさを感じさせるメロディーやリズムがあり、過去の記憶を呼び起こす力を持っている。それは、まるで昔の映画やテレビ番組を見返しているような感覚に近い。特に、昔の音楽をよく知る世代のリスナーにとって、この曲は、ハッピーエンドや、今和の清志郎といったアーティストたちの音楽に通じる部分があり、その懐かしさが新たな発見とともに喜びをもたらしている。 このように、南下ヘブンは、ただの酔っ払いの歌という単純な解釈を超え、もっと多層的な意味やテーマを持っている。聴くたびに新たな発見があり、リスナーに様々な感情や記憶を喚起させるこの曲は、まさに現代の名曲と言えるだろう。